愛知県立半田高等学校は愛知県半田市出口町一丁目に所在する県立高等学校スーパーサイエンスハイスクール指定校略称は藩校1919年に愛知県立第7中学校として開校千田半島全域から生徒が集まる通称は藩校毎年東京大学や京都大学 名古屋大学をはじめとする南関大学への合格、進学者を多数輩出しており、愛知県内でも有数の進学校として知られている。また、日本経済団体連合会歴代会長を2名、輩出している。交渉や校歌、各種行事等の名称にヒイラギが使われているが、これはかつて学校の近辺に、 ヒイラギがたくさん生えていたことに由来すると言われており、現在でも近辺にヒイラギ町と言われる地名が存在する。2004年4月、宮廷時制の校舎等を改修して、愛知県立ヒイラギ養護学校が開校。同一敷地内に普通科高等学校と特別支援学校が立地している。これは全国的にも珍しいことであり、両校は隠し交流を進めている。 2009年をもって、全身校である、愛知県立ハンダ女学校設立100周年を記念して、11月に創立記念式典が、ハンダ市福祉文化会館ガニアドホールにて再行された。2018年11月、創立100周年を記念して、ハンダ高等学校100周年記念式典が、ハンダ市福祉文化会館ガニアドホールにて再行された。司会は、 本校33回生の NHK エグゼクティブアナウンサー広坂安信が務めた。2018年度より50分6時間授業から65分5時間授業へと変更された。2019年現在以下の2校と姉妹校提携を結んでいる。校舎は3棟からなり、1970から74年の間に建築された。 いずれも、鉄筋コンクリート三階建てである。老朽化が進み、至るところで破損が目立っていたが、2010年度から続いた耐震工事により修復されつつある。南から順に、本館、第二棟、第三棟と呼ばれる。東西の渡り、廊下によって、それぞれの棟は結ばれている。国書対策として、2007年夏から、 下地域の高等学校で初めて、すべての普通教室に空調設備が設置されている。空調費用については、受益者負担の原則に基づき、PTA を通じて、生徒の保護者から徴収している。2006年秋までは、第一棟の南側に、ヒーラギ領海館という建物があった。もともとは、図書館として建設されたものであったが、図書館が、 現在の校舎に移転した後は、主に実習室として使用されていた。老朽化が著しかったために取り壊され、さらちとなった。複雑な経緯で建設されたため、県による建て替えは行われないが、同窓会であるヒーラ議会の尽力により2007年夏には、新会館が建設される予定であった。しかし、反対もあり、予定より募金が遅れ、2007年12月4日に、 着工し、翌2008年1月31日に、数千万円の費用をかけ、竣工した。新平イ領海館に設置されている施設は、以下の通り旧平イ領海館に設置されていた。施設は、以下の通り、校舎北に、瓦原吹きの木造の建物が存在する。これは、ハンダ高校が、戦前の愛知県立旧姓第7中学校時代に、建てられたものであり、 その当時の貴重な資料などが保管されている。各部活動等が使用することもあるが、耐震強度に問題があるとされ、2018年まで倉庫として使用されていた。2018年の10月に改修され、授業、プレゼン等で使われている。その他武道場北側に部活動などの合宿でかつて使われていた宿泊棟が存在するが、老朽化における。 衛生上の理由で現在は、総局部の活動場所として利用されている。また、隣接する平木特別支援学校の体育館も、部活動の際には使用できる。なお、この体育館は、同校開校まで、半田高校昼間定時制課程が使用していたもので、ある。校訓は存在しないが、自主自立、自己管理能力の発揮をモットーとしており、 地域の代表校の生徒としてふさわしい自主的な分別ある行動に徹するよう呼びかけられている。現在は全日制家庭普通科のみが設置されている。かつては定時制家庭も設置されていたが、夜間定時制家庭は1975年度まで、昼間定時制家庭は2000年度までで廃止されている。なお昼間定時制家庭の校舎跡地には2004年度に 愛知県立ひいらぎ特別支援学校が開校した。類型については、第2学年で文系と理系に分かれ、第3学年では、文系がさらに、文愛、文通に分かれる。主要語教科以外の履修科目については、1年時に、家庭科、保健体育、芸術、2年時に、保健体育、情報、3年時に体育を履修。 生徒会改則に従って、生徒会が組織され、自治活動を行っている。生徒会は、生徒全員で構成される。生徒会長は、選挙によって選出される。任期は一回期で、再選は可能。選挙は毎年春と秋に行われる。近年は、候補者が一人のみの信任投票となることが多い。ただし、過去には、不信任となったこともある。 また、各ホームルームは多数決によって急調に当たるホームルーム委員と議員を選出する。議員は生徒議会における発言権と議決権を持ち、生徒会活動に参画する。生徒議会は、交差週間中などを除いて原則として毎週火曜日に開かれ、生徒会活動に関わる議案を審議する。 生徒会の最高決議機関と位置づけられ、生徒会長及び役員の不信任決議権も持っており、執行部が新しい取り組みを行う場合には必ず、生徒議会の承認を必要とする。選出された生徒会長は、その他の役員を指名し、執行部を組織する。執行部の構成員は原則として、会長1名、副会長2名、初期2名、 会計4名であるが、最近では、初期、会計を、さらに増員する場合も多い。執行部は、生徒議会での承認によって成立する。執行部の活動には、ベルマーク回収や腰回収、挨拶運動などがある。ただし、平木ぎ祭りの運営については、執行部とは別に実行委員会が組織されるため、執行部は、直接的には関わらない。 平成30年度時点、運動部が17部、文化部が14部である。原則として、1、2年の生徒は全員いずれか一つに加入しなければならない。基本的には学業に支障の出ないように行うという方針であり、下季は17時30分、冬季は18時には活動を終了し、下校するよう指導されている。運動部は、 大会が近くなると30分ほど延長して活動を行うことがある。規定によると部活動の廃止に際しては生徒議会による議決が必要であるため部員が減少してもそのまま存続する場合がほとんどである。部員がゼロで名称だけ存続している部もある。基本的に運動部は週6から7日、文化部は週2から5日程度で活動している。 山地の乏しい地と半島の高校で唯一本格的な参考活動を実施している。年5回程度の宿泊登山や月1から2回程度の日帰り登山のほか、登山競技大会にも出場し、1年間の活動回数が20回以上に及んでいる。8月1日前後に行われる夏山登山は、日本アルプスへ4泊5日程度の日程となる。安全、安心。 快適、知的な活動を目指し、登山の初心者でも安心して、ステップアップして、参考を楽しめる。また、本格的な参考に加えて、街道や、古道のハイキングや、歴史的街並みなども、活動対象である。2010年度からは、男女とも部となった。登山競技大会では、県内屈指の競合校として、男女とも、東海総体、インターハイに出場している。 県大会に出場するなど、積極的な活動が行われている。活動は、生徒による、自発的な練習が行われている。週1日程度、専門の講師によるレッスンがある。毎年県大会等で賞を受賞している。インターハイ、全国大会に、常連出場するなど、積極的な活動が行われている。基本的に夏は、週7日活動を行っている。 冬は日照時間の関係で平日はメンテナンスなどで土日は海へ出て活動を行っている。部室が校内になく絹浦校まで部活の土に自転車で向かう。ハンダ高校が第七中学校の時から存在する伝統的な部活動である。海に出ない日でも低整備や冬季は筋力トレーニングなどを行う。愛知県内には ヨット部がある高校はいくつかあるが、実質的な活動を行っているのは当校含め4校のみである。そのため、県大会の突破とインターハイの出場がしやすい状態になっている。基本的に週7日活動を行っている。校内一の人数を誇る。OB との交流も盛んであり、毎年春先に行われる定期演奏会では、OB 演奏も行われている。 県大会には常連出場である。基本的に週6日活動を行っている。1972年フォークソング同好会として発足し、翌1973年にフォークソング部に昇格し、現在に至る。フォークソング部所属のメンバーによるバンドが、日本放送などが主催する、ティーンズ・ミュージックフェスティバル。 中部大会を1991年から1993年まで3連覇し、全国大会に進出した。池田健一、山下義孝須田栄光といったプロミュージシャンを輩出している。科学全般についての研究をする部活動である。科学部、物理部、地学部、生物部を統合して誕生した部である。毎年数々の大会へ参加し、 発表を行っている。生徒自ら考えた研究テーマを探求していく。二三年生は探求や科学を授業で行うが、実践的な活動を通して深く学ぶことができたり、先取りして勉強することができる。基本的に土日月を除いた週4日活動を行っている。しか小説等の執筆と読書を主な活動とする。 基本的に土日を除いた週5日活動している。毎年9月に文芸誌セピアを発刊し、ひらぎ祭りにて販売する。普段は文芸誌黎明の章を年に数回発行している。平成25年度に3年生の男子生徒が長崎にて行われる全国高等学校総合文化に出場した。学校新聞を発行することを主な活動とする。 放送室とともに、生徒会の機関であるが、部活動の一つとして扱われる。毎学期末に、犯行新聞を発行するほか、不定期で号外として、合図を発行している。文芸部、放送部とともに、保育室となりの小部屋を部室として使用している。2014年に、名古屋国際会議場で開催された、持続可能な開発のための教育に関する。 ユネスコ国際会議への取材を行った。新聞部とともに、生徒会の機関であるが、部活動の一つとして扱われる。陸上競技大会や、ひらぎ祭りなどの学校行事や高校野球の試合においてアナウンスを行う。アナウンスのほかドラマなどの映像作品も制作し、コンクールに応募している。第51回 NHK 杯全国高校放送コンテスト。 愛知県大会で有料賞受賞、全国大会に出場。第55回 NHK 杯全国、高校放送コンテスト、愛知県大会で、テレビドキュメント部門有料賞、テレビドラマ部門優秀賞,賞受賞。両部門ともに、全国大会に出場。昭和40年代後半、全国的に、陸上競技が盛んな時代に、ハンダ高校陸上部の黄金期があった。 基本的に週7日活動を行っている。学校内でも特に積極的に活動している部。毎年県大会以上入賞者を輩出しており、県内の公立高校の中でも屈指の成績である。昭和48年度のインターハイ、愛知県大会で男子陸上部は団体総合3位。昭和48年度のインターハイ全国大会で日々玲子が 女子走り幅飛びで5メートル71センチメートルで3位に入賞。優勝記録とはわずか1センチメートルの差であった。前年に続いて連続出場の男子1600メートルリレーは準決勝で健康更新記録を樹立した。昭和46年昭和50年までインターハイに出場。文化部に区分される。 基本的に週5から6日活動を行っている、千下地区では唯一存在している部活動。平ー祭りでの発表だけでなく、各種大会へ出場するなど、積極的に活動している。2015年、USA ナショナルズに出場。学校祭である、平ー祭りでは、レストランの出店をする。部員自ら企画、宣伝、調理を行う。先生方にお弁当を振る舞ったり、 校内で、マドレーヌやクッキーを販売することもある。火曜日に、ミーティング、金曜日に料理を作る。会話表現を中心に、ALT の先生とコミュニケーションを取りながら、英語を学ぶ。ALT の先生との会話、絵本の和訳、発音のトレーニングを主に行う。火曜日と金曜日のみに活動をしており、剣舞をする生徒も多い。花を生ける稽古。 お茶のお手前の練習を主に言っている。それらを通して作法、立ち振る舞いを身につけることができる。水曜日と金曜日のみに活動しており、剣部も多い。自由創作を基本とし、絵画を中心に画力の向上を目的としている。ハンダ高校のパンフレットのデザインなどもしている。基本的に週5日活動を行っている。その他には、 平成30年4月時点で卓球部、剣道部、柔道部、弓道部,球部、野球部、バスケットボール部、バレーボール部、ハンドボール部、サッカー部、テニス部、ソフトテニス部、体操部、操部水泳部、バドミントン部が活動している。1年生は、クラスメートとの親睦を深めるなどの目的で、4月下旬に、三重県県民の森友明渓谷へハイキングと、カレー作りをする。 全学年、第1期考察終了後の5月下旬に、本校グランドで、陸上競技大会を行う。単中長距離走、リレーなどに加えて、跳躍種目や、砲丸投げなどの種目がある。9月に、平木祭内で行われる大運動会とは、内容が異なる。2年生は、6月に、東北地方へ2泊3日の修学旅行に出かける。修学旅行ではあるが、 二日目の夜に、ホテル近くのスキー場などで、キャンプファイヤーファイヤーダンス、各クラスのダンスなど、林間学校の要素を含んだ集いを行うのが、伝統。服装は、私服でよく、集合会産地は、名古屋駅である。なお、1990年代以前の行き先は、長野県の白馬、軽井沢方面であった。また、2010年頃までの行き先は、 北海道であった。毎年秋に、平木ぎ祭りと称した、学校祭を行っており、その規模は大きく、北半島で数少ない、地域住民や、近隣の高校の生徒などが来場できる、一般公開がされる、学校祭である。第1回の同盟省での学校祭の開催は1967年頃で、右予曲折があるものの、年々規模は大きくなり、 3日目の一般公開には、例年2500人ほどが訪れる。クラス、部活動などにより、様々な発表が行われる。ヒーラーギ祭りは、例年9月上旬の金、土、日、月の4日間の日程で行われ、その内容は概ね以下の通りである。ヒーラギ祭りに有志によって行われる、演劇有志団体。起源はかつて存在していた、演劇部。 演劇部が休部後、有志により再結成され、ミステリ研究会、劇団団だ下団劇団回転寿司など、毎年名前を変え、そして2002年に劇団スクラッチとなった。脚本は団員のオリジナル。そこから2013年のヒイラギ祭りまでは、毎年同盟で結成されていたが、2014年のヒイラギ祭りでは結成されなかった。 裁判官や検察官、弁護士など放送会で活躍する、ハンダ高校 OB を中心に、進路学習の一環として、講師として招き、主に法学部志望の有志生徒と対話する行事が、毎年開催されている。参議院議員の安江の夫は、自身が、弁護士を志すきっかけになったと語っている。進路学習の一環として、第二学年時に、東京大学、 京都大学、名古屋大学などから教授、准教授などを講師として招き、生徒は自分の希望する学部系統の教授、准教授の簡単な講義に参加し、進路決定の参考とする。毎年12月下旬、修行式後の午後に、生徒会主催によって、先生、部活動からのビデオレター、応援団のエール、生徒会の出し物、 バルーンリリースなどにより構成される会が行われる。終業後に開催されるので参加は自由。センター試験3週間前ということもあり、センター試験へ向けて応援するといった位置づけで開催されている。以前は予選会という名目で、センター試験後2月上旬に全校生徒参加という形で、授業時間内に大規模な催しを行っていたが、 大学個別試験を控えた3年生にとって負担が大きいとの意見から現在の形にシフトされた。その他、年に数回行われる球技大会、1年時に学年末に行われる合唱大会、社会の第一線で活躍する OB を招いて講演を聞くヒーラギリオセミナーなどの行事が行われる。ありがとうございます。